にゃ。ワクワク。例の件、もうそっちには話いった？取ってきたよ、久々の大型半券。予算もがっつり取ってきたし、今回は派手に行くよ。そして舞台化にあたって劇団ラララの協力も取り付けた。あとはキャスティングなんだけど、この辺強いのはやっぱカブラギちゃんでしょうよ。いないことはないけど。東京ブレイドの話か。そうそう、絶対キャスティングした人狙ってるよね。ヒロインキャラと相棒キャラのどっちと結ばれるかで毎週盛り上がってるよ。誰になるんだろうね。私よ。ん、学習しないわね、黒川茜。かなちゃんが剣役か。うん。役者辞めたんだと思ってた。今はアイドルだもんね。あかね。あ、そういえば最近私生活切り売りして人気出てきたらしいじゃない。有馬。じゃあ場所を変えなさい。じゃ。有馬と知り合いだったのか。昔からやりたかった役を片っ端から持っていかれて関根の恨みを晴らすチャンスがやっと来た。負けないぞ。絶対負けない、絶対負けない、絶対負けない。かつて天才と呼ばれた子役と今まさに天才と呼ばれてる役者、個人的にも楽しみになってきたな。